ユーノス500は、ツダが、日本、香港、オーストラリアの3カ国で展開していた、販売店、ブランドユーノスで、1992年から1996年にかけて販売されていた、D セグメントに属する4ドアサルーンである。同販売店ブランドとしては、唯一の1000倍サルーンで、同販売店ブランドが展開されていない、ヨーロッパ諸国においては、エキシードス6として、 1992年から1999年にかけて販売されていた。1991年10月に開催された第29回東京モーターショーに参考出品され、翌年2月から販売が開始された。ユーノス500は、同社が販売される、販売店、ブランド、ユーノスのブランド理念である、10年基準の下開発され、 外半の塗装には当時マツダが特許を取得したばかりの耐久性が高く表面のような滑らかな仕上がりが得られる高機能ハイレフコート塗装が同販売店ブランドのフラッグシップモデルであるユーノス800に先駆けて採用された。エクステリアは当時同社に所属していた荒川県チーフデザイナー式の下でデザインされた。 後の4ドアクーペに先駆ける低いボディに、美しいプロポーションと、豊かな曲面構成を誇るスタイリングは、自動車デザイン界最大の巨匠と称される、ジョルジェット・ジュージ・アーロが、小型クラスでは、世界で最も美しいサルーンと評したと言われるほど、極めて完成度の高いものだった。生産台数、23,983台、ユーノス発のセダンである。兄弟車のクロノス。 MS-6、クレフ、テルスターより、ボディサイズは、やや小さく、小型車の規格に収まるものであったが、それらより高い価格帯となっていた。販売が開始された当初は、k 8ゼ型 1.8L と、k f ゼ型 2.0L の V 型6、気筒エンジンのみが搭載されていた、U のス500ではあったが、1994年に、実施された、マイナーチェンジにより、 新たに FP デガ型 1.8L 直列4、気筒エンジンを搭載したグレードが追加された。また、トランスミッションには5足、マニュアルトランスミッションと4足、オートマチックトランスミッションが設定され、5足、マニュアルトランスミッション搭載車には、ビスカス式 LSD や ABS が、標準装備されたほか、同車のトップグレードであった 20G には、ホンガーシートや電動ガラスサンルーフに加え、 当時まだ普及の糸口についたばかりのキーレスエントリーシステムが標準装備されていた。日本国内では、マツダの経営悪化で1995年12月に生産終了後、1996年6月までに在庫対応分がすべて販売終了になったものの、ヨーロッパ諸国やオーストラリアにおいては引き続き1999年まで販売されている。 なおオーストラリア仕様は1996年11月までがユーノスブランドで、それ以降はマツダユーノス500として販売されたため、フロントグリルやトランクリットのエンブレムがユーノスのものからマツダのものに変更されており、トランクリット右下にマツダのバッジも装着されていた。ありがとうございます。